ようこそ、今日は当社テックセンターへ。今日はお客様の製品を使って企画試験を実施しますので、今日は一日よろしくお願いいたします。お願いいたします。テストを実施する前にテックセンターには安全のルールがあります。これを、来ていただきます。よろしくお願いいたします。作業服に着替えていただきましてありがとうございました。ヘルメット、防塵メガネ、作業服、グローブ、安全靴、 OK ですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあそれでは、テックセンターの方行きましょう、はい、これが今日ブラストをしたい製品ですね。はい、特に問題になるところってございますか？このサビが落ちにくいです。あ、そうですか、はい、通常は今御社の方で何分かけられてますか？今は7分かけております。あ、今7分かかってるわけですね、はい、わかりました。今私どもはですね、今御社の方に提案させていただいたプレミアムプロダクトのハイブリッドショットが入っています。一度5分でトライアルしましょう。お願いします。はい、わかりました、はい、よいしょ。どうですか？いいですね。いいですか？はい。じゃあ、こちらが、ブラスト前の状態、はい、そして今回、こちらが5分で、投射したワークになります。見た目は、うん、結構きれいに落ちてて問題なさそうですね。あ、そうですか、はい、どうですか？そうですね、きれいに落ちてると思います。はい。で、これご存知ですか？いえ。このツール何ですか？初めてですね。これはですね、今お客様の目で評価をしていただいたんですが、実はこれはですね、WA クリーンといいまして、デジタルで正常度をするチェックの機器になります。一回ちょっとやってみましょうか。はい、はい、ここからできます。ちょっと一回いきますね。で、もうほんの数秒で、結果が数字として出ます。今 SA さん 51.1。 すごいですね、すごい。こういう形でデジタルでですね、その正常度を数値化して測る機械があります。この機器というのは一応世界でこの機器しかありません、はい、唯一の機械です。ですからこういうものがあると、人のそのスキルに頼らずに誰がやっても、そしてどんな環境で暗いところでも測っても明るいところで測っても同じ結果に出るというのは大きなメリットになります。じゃあ次に、表面粗さを測ります、はい、お客様の方で規格はございますか？RZ で90以下です。90以下ですか、はい、はい、じゃあ測ってみましょう。じゃあいきます。粗さの結果が出ました。 64.57 ということで、本社の規格の90ミクロンを、下回ってますので合格ということでよろしいですね。はい、はい、して我々はですね、先ほど紹介した機械だけではなくて、こういった先進的なツールを使ってお客様のブラスト後の評価をしています。お客様の抱えているブラストに関する問題があれば、ぜひ我々の方にご相談してください。こういった機械、ツール、技術を使ってお客様の問題を解決いたします。